最近、ついフェミ、まあ、ツイッターのフェミニストの略だと思うんですけれども、正直、それがちょっと怖くなってきましたね。まあ、ついフェミはあの、ツイッターでちょっと危ない、または、これから犯罪に走ってしまうであろう書き込みを見つけて、その文を、こいつはまずいんじゃないかっていうふうに、 言うっていうのが、まあ、前だったら、そういう風にしてたんですけれども、まあ今は、正直言って、まあ、ついフェミとしてやってる人たちが名を上げるために、まあとにかく何でもいいからそこら辺でちょっと危なそうな書き込みやらないやら見つけて、 それ危ないっていう風な感じで言うっていう風なので、ついフェミの名を上げる的な感じの行動になってきてしまっているような気がしています。まあ確かに、ただ、そのついフェミが言うのは、ほぼ、二次元の絵に対してばっかりなんですよね。 現実の方よりも、二次元の絵に対して、二次元がちょっとまあ水着姿だったりとか、胸がでかかったりとか、っていう風なのがあったら、まあ、大田恵子弁護士のように、環境型セクハラだとか、私が見て不快だからこれはセクハラです。私が見て、セクハラです。理由は私が見て不快だから。 っていう風に言って、一っときニュースにもなりましたね。あの、たけさんが書いた、うざきちゃんは遊びたいのヒロインうざきはな、が、献血の分の、献血に行った分のその後にもらえるクリアファイルが、まあ胸が強調されすぎてるとか、環境がセせハるだとかっていう風に言われていました。まあ大田恵子弁護士が売名行為に使った、 うざきちゃんは遊びたいの絵なんですけれどもまあ正直言ってそれに対してもう一段ありましたもちろん胸は強調されているっていうふうなのはまあちょっと少ないかなっていうふうに感じてはいますけれどもただまあ 同じぐらいのサイズでは描かれていますが、それに対して、まあ、ツッコミはありません。大田恵子弁護士はおろか、大田恵子弁護士によって <laughs>、他のついェミが騒ぎ出して、そのつい、そのついェミの人たちもまた騒ぎはしませんでした。なぜなら、今、うざきちゃんは遊びたいわ。 7月にアニメ化することが決定いたしました。つまり、今ここで騒いでそのうざきちゃんを遊びたいの <laughs> アニメが取りやめになったとしたら、どれほどの損害賠償がいくんでしょうね。<laughs> まあ、アンさんの旦那さんの東手正宏さんが不任したということで、 全部の <laughs> CM やら何やら脅されてまあ億単位の賠償金が来るっていうふうにまニュースでは言われておりますけれどもまだアニメ化されていないから損害賠償はそれほどないなわけないと思いますよ 7月の放送に向けて、構想やら、企画やら、そして台本やら、話のつながりやら、そして書かれている絵の人たちやらないやら、それも中止になったら、もうこれ以上書いても必要ない、または今まで書いていた分、すべてお蔵入りになります。ということは、その時にかかったまでの損害賠償額、 まあ、うざきちゃんは遊びたいの、ついフェミに損害賠償はほぼ行くでしょうね。アニメ化されていない時であれば大騒ぎしても、まあ、連載が中止になる。んで、まあ <laughs>、これから連載を続けていく中で、 まあこれから L であろう、原稿料やら何やらも賠償しなければならないような状況になるかもしれませんけれども、まあこれがもしアニメ化する前の状態で問題視になりすぎて、うざキちゃんは遊びたいが連載中止になってしまった場合に、損害賠償がもし発生するとしたらですよ。まあ正直多分、 ついへみが大騒ぎしたから連載中止になったっていうふうに言われても仕方のないっていうふうに当時だったら言われるかもしれませんけれどもこれがもしアニメ化されてしまっていた時に大騒ぎしたら今度はアニメに使われる分のアニメが放送されることによって入るはずだった 金やらないやらも多分賠償しなければならないような大騒ぎの状態になっていくと思います。とすると、ツイフェミたちにかかる賠償額は相当なもんになるかもしれません。まあ、もし、まあ、これも正直あの、ないとは思いますよ。でも、アニメ化が決定されてから、うざきちゃんは遊びたいに対してのツイフェミは、まあ、消えましたね。 あの、献血のアイテム第2弾の分に対しても言われなくなりましたし <laughs>。まあ、ただ、正直、ついフェミで一番怖いと自分が思っているのは、ついフェミによって、まあ、何かしら変わってしまった場合、 まあ、例えば、熱いフェミが <laughs>、この絵はちょっとまずいんじゃないかっていうふうに大騒ぎして、その絵を描いた人がその絵を削除した。まあ、それまではまだいいとしましょう。で、それで、ついフェミが調子に乗って、自分の <laughs>、自分の言葉によって、作者がこの絵を消したすなわち、自分は正しいんだっていうふうに思い上がってしまうことの方です。 それともう一つ。思い上がってしまって、またあれ同じことをやって、で、今度は、また同じような絵を見つけた。あ、これ、また同じことやったら、また作者が今度は消してくれるぞ、なんて思って、で、それで大騒ぎする。でも、今度はその作者が消さなかった。いつまで経っても、いつまで経っても。で、さらに、それだけじゃなく、 そのツイーフェミが書き込んだ文がその絵を見ていた他の人たちがちょっとこれはツイーフェミ行き過ぎてるんじゃないかと言ってツイッターに報告する。で、そしてそのツイッターの方でこの書き込みが問題だっていう風に取られた場合今度はツイッターの方で あの、ペナリティが課されます。何日間書き込み禁止とか見ることができない。最悪の場合、凍結。なんていうのも考えられます。んで、今度は、あの時は成功したのに、今度はなんでそうか。自分が成功したことを妬んだ他の人たちのツイフェミ。 他のツイふみたちが俺を陥れようとしてこんなことをしたんだな、なんて思ってしまうと。と、こうなってしまった場合、今度はそのツイふみ自体が、ツイッターだけで書き込むのではなく、今度は、犯罪に走ってしまう恐れありです。<laughs> 自分の書き込みが全然、 変わらない。世の中が悪いんだ。世の中が、こんな世の中は。ってな感じで、恐ろしい方向に考えていってしまって、行動に走し、行動、間違った方の行動に走ってしまう。それが一番まずい状態です。<laughs> まあ、ただ、正直、ついミが。 まあ、アニメキャラや漫画キャラに対してちょっと露出がすぎるんじゃないか、胸がでかすぎるんじゃないかっていう風に言うのは、ただもちろん、まあ過去にっていうのも、正直それは漫画の設定でもありますからね。ただ、もっとまずい <laughs>、ただ、正直言いまして、今、 まあ、控えめな方だとは思いますよ。正直、90年代の漫画ジャンプ、あの、90年代に月刊少年ジャンプっていう漫画がありまし、漫画雑誌がありましたけれども、まあ、週刊少年ジャンプの月刊版ということで、まあ、それに対してはもう、正直言ってグラマラスな女性、めちゃくちゃ描かれてましたし、正直その人が、まあ、あの、 裸体をさらしたりっていうのを正直結構ありました。なのにそちらの文をつけずに、そういった文を知らずに昔からこういったのはまあ規制されている今出すのはおかしい逆です。むしろ昔がまだそういったのに対しては規制が正直なかった状態です。 じゃあなんで今そこまで言われるか。まあ簡単なことです。書かれているのがリアルになりすぎていった。正直あの90年代や80年代のアニメ、まあ、ちょっとアダ,ルチアダルトチックのアニメの胸とか見てみますと、ちょっと膨らみを書かれてその上にちょっと赤い点が作られている。それだけでした。 それぐらいの分だったんですけれども、もう今は書き込みとかがものすごいです、正直。まあ、アニメのそういったのを規制、放送中は規制したけれども、DVD になったことでその規制が解除されたバージョンっていうのが、まあ、売買戦略のために描かれているっていうのが今現在ちょっと、アダルトチックなアニメでは、 されておりますあともう一つなんですけれども正直今現在あの二次元と三次元の区別のついていない人たちが多いような気がします <laughs> こんな過こんな過度な胸やら露出やらやらせてこの漫画キャラがかわいそうだと思わないのか っていう風に言うのも多分ツイッター、ツイフェミたちの武器であるとは思いますけれども、正直これ、1990年代から2000年ぐらいにかけて発行されていたあのコミックパーティーっていう、それのアンソロジーで結城真一さんっていうのがこんなこと書かれていました。いよいよ君も、二次元と三次元の区別のつかないオタクの仲間入りしてしまった。 っていうふうに描かれておりました。けれども、正直、まあ確かに2次元と3次元の区別のつかない人、まあ今、オタクだけじゃないです。多分そのツイフェミたちすべてだと思います。まあツイフェミイコールオタクっていうふうに言われるかもしれないですけれども、 まあ正直今2.5次元なんていう言葉も存在しますがまあ1次元2次元3次元4次元っていうのがそもそも何なのかっていうのは多分みんな全部言える人っているの結構少ないと思いますねまあ1次元っていうのは正直ずーっとめちゃくちゃ細い線のようなものですそれがずーっとまっすぐ行っていくつまり 一方向にのみ存在する世界です。で、続いて二次元ですが、その二次元っていうのは、そのまっすぐな線から、今度は平面になります。<laughs> つまり、あの、平べったいものになります。まあ、紙をイメージしていただければいいです。その紙が <laughs>、ずーっと、 あるような状態です。それが二次元です。でも、その二次元には高さがありません。で、その高さを追加されたものが三次元。まあ、現実世界ですね。言ってしまえば。<laughs> 縦横斜め。縦横、高さ。これが三次元です。そして、まあ、ドラえもんが結構、ドラえもんの中で言われております四次元。四次元ポケットやらないやらってよく言われてますけれども。 この四次元とは果たして何か。この三次元に <laughs> 時間、空間を混ぜ合わせたもの。時間は、時間と空間軸がプラスされたもう一つの次元の世界。まあこれ、多分聞いてる名残っちゃっていう風な人が多いと思いますけれども、平たく言ってしまえば、今現在自分自身がいる世界と、 1>, 1秒後の世界、2秒後の世界。まあ、はたまた10年後、20年後の世界が同時にそこに存在しているっていうようなものです。時間枠、空間、時間空間枠、時間枠空間軸に対して同じ世界が無限にあるというのが4次元という状態です。だからそもそも、 2.5次元って一体何なんだっていう風な感じになっています。まあただ、正直、今のツイフェミたち、本当にちょっと怖くなってきています。